Hey guys, it's Nori. どうも皆さん、こんにちは。ノリヒトオカワです。今日は1万円以下、1万円程度で手に入るビデオマイク、映像用のマイクについて話していきたいと思います。で、今日3つのビデオマイクを用意しました。まず1つ目。ロードのビデオマイク、ビデオマイクロです。これ、まあ、だいたい6000円、7000円ぐらいで、もう使ってる方非常に多いんじゃないでしょうか。で、まあ、一番人気といいますか、一番有名で手頃で、で、どこにでも手に入りやすい、マイクになってます。結構使ってる人多いと思います。で、もう一つ。で、ディエティの V マイク D4 デュオです。これも、Amazon で1万円ぐらいかな。1万円ちょっとしたかもしれないです。すいません。で、これもビデオマイクロと似たような形で、こういった本当にそっくりな形のマイクになってます。で、これの特徴として、前の音と後ろの音も集音できるよっていった機能があるマイクです。これも結構いい、使いやすいマイクですね。で、最後に、ゼンハイザーの MKE200 です。これも最近出たマイクなんですが、これまだ、日本では未発売の、マイクになります。なのでわざわざ僕はアドラマから海外から、わざわざ1万円以上かけて輸入しました。個人輸入しました。で、まあ、最近本当につい半年も経たないかな。半年ぐらい前に出たマイクになると思います。で、これも最近、YouTuber の方や、Vlog を撮る方などに結構人気のマイクになってます。で、この3つをですね、取り比べをしました。で、まあ、やっぱり基本的に、ビデオマイクって、まあ、外で Vlog とかで使うっていうことが多いと思うので、外で、取り比べをして、皆さんに、AB テストといいますか、ブラインドテストをしていただこうと思います。で、どのタイミングで、どのマイクを使ってるかといった、形でやっていければなと思います。で、まあ、主に用途としては Vlog で主だと思うので、外で、全部同じ、文章といいますか、同じセリフじゃないですけど、同じ文章で、話してます。それを、3つ、聞き分けていただければなと思います。で、一応、同じ環境にするために、全部、ウィンドウ式、このモコモコをつけた状態で、やりたいと思います。で、このゼンハイザーのね、このマイクってもうこれ自体がウィンドシールドになってたりするんですけど、一応その条件的に合わせるためにこれをつけて状態で撮っています。では早速聞き比べをしていただきましょう。どうぞ。はい、では今から、ロードのビデオマイク、ビデオマイクロと、ディエティの、V マイク D4 デュオとゼンハイザーの MKE200 の音の比べをやっていきたいと思います。今はまだね、ビデオマイクプロプラス、これロードのビデオマイクプロプラスを使ってます。では変えていきましょう。はい、では今からマイク A のテストです。で、せっかくなので同列の環境で比べたらなと思うので、YouTube のウィキペディアの概要を読んでいきたいと思います。まあ、短い文章なのでその時間かからないと思います。ではいきます。YouTube は Google LLC が提供する世界最大の動画共有サービス。 U はあなた、 Tube はブラウンカウントという意味である。これがマイク A です。では次いきましょう。はい、では次マイク B です。はい、これも同じく YouTube の概要を Wikipedia で読んでいきましょう。YouTube は Google LLC が提供する世界最大の動画共有サービス。 U はあなた、 Tube はブラウンカウントという意味である。これがマイク B です。はい、ではこれが最後マイク C です。これも同じく Wikipedia 読んでいきます。 YouTube は Google LLC が提供する世界最大の動画共有サービス。 U はあなた、 Tube はブラウンカンという意味である。これがマイク C です。はい、いかがでしたでしょうか。まあ各マイク、それぞれ結構違いがあると思います。で、では正解発表なんですけども、まずマイク A はビデオマイクロです。ロードのビデオマイクロを使っています。で、まあスタンダードな音といいますか、比較的みんな聞き慣れた音なんじゃないかなと思います。で、マイク B がはい、ディエティの V マイク D4 デュオです。
で、これやっぱりテストはして前のマイクだけをテストしてたんですけども、まあこの本当にマイクのいいところがデュオモードっていうのがあって、前面と背面に、マイクがついてます。で、これがなのでこうカメラを向けた状態で喋ってる時もこれで音が取れるよっていうマイクになってます。これ本当にね便利で使いやすいです。はい、では最後マイク C。MKE200 です。まあ、これも最近出て、で、これのいいところが、これ基本的にそのマイクってこう、後ろにケーブルがつくんですね。でも、この場合、MKE の場合、マイクが、ケーブルが前についてるんですよ。ってことは、こう、画面を見るときに、ここで、まあ、要はタッチスクリーンとかがあるときに、こう、ケーブルが後ろから出っ張ってないので、邪魔にならないっていうのが僕の中では非常に大きい便利なところだと思います。で、まあ、特にその、まあ、例えば写真、その、通常ビデオを撮って、映像を撮ってる時に、ある程度撮って、あ、このタイミングで写真撮りたいっていう時に、マイクのこのケーブルがあると、どうしてもこの顔に、額にぶつかっちゃうんですよね。そのファインダーを覗いた時に。なので、まあ、このマイクだと、そもそもマイクのケーブルが前についているので、横につけたとしてもファインダーを覗いた時に全然顔にぶつからない。まあキャップかぶってたらどうしても後ろにかぶんなきゃいけないんですか。まあでもそういった時にも簡単にといいますか邪魔にならずに使えるっていうところが非常に大きいところだと思います。でまあ本来僕が普段使いはしてる時はこのウィンドシールドはつけていません。もう本当にこのまんまです。まあこれでもそれなりにガードできるかなと思うので、まあそんなこうマイクやっぱりねこうモコモコって大きくなってると結構その目立ったりといいますかかさばっちゃうので、もうこのサイズでずっと使ずっと回してられるっていうところで僕はこのまんまで使っています。はい、皆さん音の違いいかがでしたでしょうか。僕個人的にはですね、まあ一番最後に紹介したゼンハイザーの MKE200 っていうのが、一番、まあ単純に取り回しがいいっていうところで、使っています。まあただインタビューといいますか、対人で誰か、まあゲストがいてとか言った場合は、まあ人を撮ってると、人を撮りながら自分も喋るっていう時に、DAT の D4、V マイク D4 Duo ですね、これを使ったりしてます。まあこれだと本当に、自分の声と相手の声がちゃんとしっかり取れるっていう指向性、この2つの指向性があるっていうのは本当に便利なので、まあ誰かが、まあそういった例えば人をインタビューを取るとかドキュメンタリーを取るっていった時は結構このマイクは重宝するんじゃないかなと思います。で、まあなんといってもこの定番のロードのビデオマイクロ、これもなんといっても価格と音質ですよね。この価格でこの音質が手に入るっていうのであればもうこの選択肢以外はないんじゃないかっていうぐらいベストな、もう本当に定番のベストなマイクだと思います。で、まあ結構もう僕も最初の方結構使ってたんですけど、なんで使わなくなったかっていうのは単純に他のマイクが試したくなったからっていうだけなのと、あとビデオマイクプロプラスっていうもっと大きいサイズのもっと音質のいいものって言いますか、コンデンサーの電源が必要になるものも、使ってるので、今喋ってるマイクですねも使ってるので、まああんまり出番がなくなったっていうだけなんですけど、まあただそうじゃなくて、まあ出番がなくなったとはいえ全然これはもうサブのマイクとして僕はずっと持ち続けようかなと思ってますし、これから例えば Vlog をしたいって言った方に関してはぜひぜひこれはおすすめのマイク、まあ価格もいいですし音もいいっていうところでこれはぜひおすすめのマイクになります。はい、では皆さん何かね、この動画が参考になって自分の用途に合わせた、ビデオマイクを選んでいただければなと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、それでは、僕の、インスタグラムの、Twitter と、ノリヒト側でやってますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いします。並びにチャンネル登録、高評価ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。See ya!